バイオリンの昆虫。昆虫の位置と音色の関係。昆虫あり、なしを聞き比べ。この動画では以下の内容を扱います。バイオリンの構造と昆虫の位置。昆虫の役割。昆虫の位置と音色の関係。バイオリンボディの振動による変形の観察。昆虫の有無による音色の違いを実際の演奏で比較。録音を聞いていただきます。まとめ。 こちらはバイオリンの構造図ですが、昆虫は赤い色で示した円柱の棒でバックプレートとトッププレートの間に挿入され両者をつないでいます。昆虫はサウンドポストとも呼ばれており、おおよそこの図の水色の丸で示した位置にあります。基本の設定では、この位置はきっちりと定められています。昆虫の位置をさらに詳細に見ると、この図のようになっており、標準的な設定は、 F ホールのエッジから何ミリ、この図の中の2つの F ホールを結んだ点線で示したラインから下側に何ミリと決まっています。昆虫の役割については、マクレナンがバイオリンのサウンドポストという論文の中で、ここに挙げた13棒の論文を参照した上で、低音域の出音をブーストするということを述べており、また、サウンドポストの位置が音色を変えるということを述べています。 昆虫の位置と音色の関係について、彼は次のように要約しています。1、昆虫を図の上側に動かすと音が大きく、かんだかい音になる。2、昆虫を右側に動かすと、高音が強く、音が大きくなる。3、昆虫を左側に動かすと低音が強くなり、音が大きくなる。一方、Wikipedia によると以下のような説明が見つかります。1、 昆虫を上側に動かすと暗い音になり中音から低音域が強くなる。二、下側に動かすと高音源側の音が明るくなる。三、右側に動かすと音が大きくきらびやかになる。四、左に動かすと音が小さく豊かな音になる。次に昆虫の役割を視覚的に見るために 1970年にヤンソンにより発表された論文の結果をご紹介します。この論文は光の干渉を利用して、バイオリンのボディが振動によって変形する様子を観察するという内容になっています。光源から出た光を2つに分けて、これらの光を異なった経路で物体に照射します。そうすると光の干渉が起こって干渉縞ができます。この図の左側が凹凸のある物体の形状を表しています。 この物体に前述の2つの光を当てると、右側に示したような干渉島が観察できます。この手法を用いて、バイオリンのボディが振動によって変形する様子を観察することができます。こちらの図は、昆虫、サウンドポストがある場合、上の段とない場合、下の段のバイオリンのトッププレートの振動の様子を示した結果です。白い部分は振動していない場所で、 黒い色の島が見えるところが振動している場所になります。つまり、プレートが上下に振動している場所です。バイオリンのトッププレートに様々な周波数の振動を加えた際、トッププレートがその振動に反応して、正確には、共振して強く振動する周波数が複数存在します。これを共振周波数と呼びます。共振周波数は個々のバイオリンによって異なります。地震の際、 激しく揺れる建物とあまり揺れない建物がありますが、激しく揺れる建物は、地震の振動の周期、つまり周波数が建物が揺れやすい周波数に近いことが原因です。このような現象を共振と呼びます。建物の素材とサイズなどが異なれば、共振する周波数も当然異なります。従って、バイオリンは同じように見えても少しずつトッププレートの厚みなどが異なるので、 共振周波数も微妙に異なります。図の説明に戻ります。各図の右上に書かれた数字が共振周波数で、右側ほど高い周波数になっています。周波数の単位はヘルツで、1秒間に何回振動するかを表す数値です。一番左上の図の共振周波数は465ヘルツですので、1秒間に465回振動する状態になります。 上下の写真を見比べると明らかに異なっています。具体的には、1、昆虫がない場合、共振周波数の数は6つあるのに対し、昆虫がある場合、その数は5つに減っている。2、共振周波数が近いものを見比べると、右端の上段と下段のパターンを除いて振動している部分の形が異なっている、ということです。このことから、昆虫の有無が、 明らかにトッププレートの振動に影響を与えていることがわかります。それでは、バックプレートはどうでしょうかこちらがバックプレートの共振周波数における振動の様子です。上の段が昆虫、なし、下の段が昆虫、ありの場合です。こちらでは、共振周波数の数は上段、下段とも6つで同じですが、振動のパターンは異なっています。例えば、 上の段の C と下の段の B は近い共振周波数を示していますが、振動のパターンは全く異なっています。このように、バックプレートの振動に対しても昆虫の有無が共振周波数の数値、振動の仕方に影響を及ぼすことを明確に示しています。こちらは、昆虫がある状態で、ブリッジにインパクトを与えた場合に、 その衝撃がどのように伝わっていくかを調べた結果を示したものです。上段はトッププレート、下段はバックプレートの様子です。左からインパクトを与えてから100、125、250、450マイクロ秒が経過した時点の振動の様子を示しています。 450マイクロ秒は0.00045秒ですから、極めて短時間でトッププレートとバックプレート全体に衝撃が伝わっていくことがわかります。それでは、昆虫の有無による音色の違いを実際の演奏を録音したもので比較してみましょう。なお、音源はオーストラリア、ニューサウスウェールズ大学の J.E. マクレナンが公開しているものです。演奏1、昆虫のないバイオリンによる演奏をお聴きください。 に昆虫のあるバイオリンによる演奏をお聴きください。 いかがだったでしょうか昆虫がないと音の厚みがない感じがしませんでしたか実際の違いですが、昆虫があるとない場合に比べて低音側の音が強いという違いがあります。この表は先ほどの演奏において測定された実際の共振周波数を示しています。昆虫により共振周波数が高くなり、共振周波数の数も増加しており、 昆虫が音色の変化に影響していることが確認できます。まとめ。1、昆虫がないと音に含まれる成分数が減り、音に厚みがなくなる。2、昆虫の位置によって、音色が大きく変化する。最後までご覧いただきありがとうございます。動画の内容が良かったと思われた方は、グッドボタンをお願いいたします。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。